アスタナギリバン軍地図アスタナギリバン軍はインドネシア第二代大統領スハルトの霊廟である。霊廟は中部ジャワ州カランアニャル県マテ市にありスラカルタから約3 5トル東のラウ山の斜面にある。アスタナギリバン軍は古代ジャワ語で上昇した山の宮殿の意味である。霊廟の構造は伝統的なジャワの建築様式である。 マンクヌガラン王の墓地の一角を占めており、マンクヌガラン一世二世三世の霊廟から約300メートルである。スハルトは2008年1月27日に、ジャカルタで亡くなり、その2日後の1月29日に、アスタナギリバン軍に埋葬された。当時の大統領、スシュロバンバン、ユドヨノが式典を司った。スハルトの遺体は、五歳のシティハルティナ及び彼女の母親と共に、 埋葬された。2010年10月、スハルトの遺族は、ジャワの伝統的な監修に従って、死後千日後にアスタナギリバン軍で法事を行った。埋葬地にアスタナギリバン軍を選択したことにより、当時、論争を引き起こされた。多くのジャワ人は、スハルトが、真に高貴な家柄ではなく、忠実なメシ使いの子孫である平民であると、信じていた。 マンクヌガラン裁判所は、スハルトが実際に、アスタナを建てることはできるが、アスタナギリバン群の近くにある、既存の王家の墓であるアスタナマンガデグよりも高くすることはできないと布告して、この論争を和解させた。アスタナマンガデグは、瞑想して、シャクティからカリスマを描くというスハルトのケジャウェンの、実践を支持していた多くのドゥ君、スピリチュアリスト、占い師によって、 特別な霊的な特徴を持つ場所にあると考えられていた。ありがとうございます。